皆様こんにちは安倍晋三でございます副首相、そしてベトナム経済界の皆様の訪日を心から歓迎いたします。私は、ベトナムとの関係を大変重視しております。第一次政権の2006年に、130人規模の経済ミッションと一緒に、ベトナムを訪問しいわゆるトップセールスを初めて行いました。これがきっかけとなり 日本企業のベトナムビジネスは目覚ましい勢いで拡大していますさらに総理に再び就任したとき最初の訪問国をベトナムにいたしました広範な戦略的パートナーシップのも政治経済文化人的交流といったあらゆる分野で関係が進展していることを 大変うれしく思います先般の天皇皇后両陛下の初のベトナムご訪問は、両国の関係を新たな高みに引き上げる歴史的なご訪問となったと思います。<laughs> 私とフック首相は、今回で5度目の会談となりますが、 福祉省の指導力の下で両国の経済関係がさらに発展していくことを確信しております1月のベトナム訪問では福祉省とともに経済界を交えた首脳会合を行いました福祉省には日本企業の声に熱心に耳を傾けていただきました今後も福祉省と手を携えて質の高いインフラ整備 投資環境の改善や人材育成を通じ、日本企業の活発な投資を後押ししてまいります。フッ首相におかれましても、ぜひ、日本企業の声に耳を固め、固め続けて、傾け続けていただければ幸いであります。世界もベトナムに注目をしています。TPP や RCEP に 積極的に取り組み国内改革を推進しているからでありますこの流れを止めてはなりません日本とベトナムは連携して自由経済を着実に前進させてまいりますそのためにも TPP11 が結束して TPP11 カ国が結束してその実現を目指してまいりますまた RCEP も TPP で得られた成果を基礎として質の高い協定を目指してステップバイステップで進めていくことが重要であると思います11月にはベトナムが APEC 首脳会合をホストします我が国はベトナム APEC の成功に向けてあらゆる協力を惜しみません APEC の際に 自由貿易を進める大きな成果を出せるよう全力で協力をしてまいります今回の福久首相の訪日を通じ両国の経済関係が一層発展していくことをこれより記念します福久首相とともに手を携えて 全力を果たしていくことをお誓いいたしまして私のご挨拶とさせていただきたいと思います本日はご正解誠におめでとうございました安倍総理誠にありがとうございます心強いお言葉本当にありがとうございました どうぞ皆さんシャッターチャンス。